疲れた。実は1ヶ月前にある商品を訪問買取依頼したんですよね。わざわざ来て見て査定してくれたら偽物だって言うんですよ。で、申し訳ないから俺、時計くず50個ぐらいその時持ってたんですけど、パッと見持ってきて、じゃあこれ、どれが買い取れるのありますかって見せたら、なんか10個ぐらい選んだんですよね。で、正直50円、100円の世界だって言って、って言って、俺もそんなもんなんだなと思って、3000円で買うって言うから売ったんですよ。合わないですよね。50円、100円の世界で10個で3000円って。けど、時計の価値なんてわかんないですか？わかんないじゃないですか？ほとんどの人。この時計はいくらの価値があるって、みんな壊れてますもん。で、帰った後にその偽物だっていうのが納得いかないから、返してもらったの。1、2週間かかったんですけど、そして別のとこに持ってったら本物だってことで、もう完全に頭に来て、その時計10個も返してもらった。で、試しに、10個、5個、10個まとめてオークション出したら2万6千で売れました。普通に2万5、6、2万6千円。全然単価が違う。頭に来る、ほんと。ほんま。絶対に訪問買取とか出張買取とか無料査定とかそういう来てもらうっていうのやめた方がいいですよ、ほんと。絶対やめた方がいい。もう、正直言って、もう普通、パソコンできれば、オークションとかメルカリできるから、ほんと、できる限りメルカリとかオークションとかフリマ、とかで売った方が絶対金になります。多分そのジャンク時計10個貴金属買取店とか持ってったって本当わかんないと思います。査定する人も。この時計は故障してるけどいくらの価値があるって一台一台見ない、見んのはもう、2時か。あと一仕事あんだ。いや。これ高島屋のケーキ。被害を訴える問い合わせは370件あったって、ケーキが崩れてたって。これ5400円のケーキが2900個予約販売したうち、370個崩れてたんだって。で、返金対応だから、これ2900-370は計算できないけど、まあ、400。あと2500。あれか、高島屋に2500個注文したら全部潰れてたっていうか。そしたら、計算は2500個、2500かける返金は5400円。わ、なにこれ？ 1、10、100、1000、1万、10万、1000万の利益出る。やば！もう一回計算してみるか。2500個潰れてたかける5400。は、一十百、一十、ん？違う。一十百千円。
1万10万や1300万の利益出る。電話1本で。やば。